やるとするか。やるとするか。てれてれ、おい。いきなりか、返せよ。てれてれて。お、結構まだ続きそうな感じだな。なんだこのわけなかね生物は。お、来るのがこっちに。よし、来るんだな。じゃあ一回ちょっと、一回こうやってこうすればいいだろう。で、この昆虫は何？この昆虫とクモか、これは。てれて。尋常じゃねえ、この数が。どうせあれだろ？あれもお金だろ？多分お金と勝つ。じゃあてけてて、てけてて、てれて。まだちょっとまだ入ってねえな。モードが入ってねえな、まだ。てれてれ、それ系か。てれてれ。これ何なのこの地形は言ってよ。てれてれて。地面ちょっと食らってんだよな。てて。でもなんか本当なんかだいぶ強くなったな、なんかいつまでかなんか。もう一生懸命あれだからな。まあ、気温はまあバトル中にしてるけど。二段切り。てアイアンソードもなんか増えてるね、その回数っていうかなんか。これ下手になんかどうなんだろうな。おお、強いな。てってれ。下手になんか夏の装備とかなんかあんま変えない方がいいような気もするけどな。逆にまあ。てれてってれってなんか前にもそのこと。やーべえな、この数。敵強え。でも敵強くなってんぞ、急に。今までなんか体力が200ぐらいだったのに、急になんかもう700ぐらいまでなんか増えてる感じがするわ、なんか敵の。とんでもねえな、マジで。てれてってれてれて。この感じなんか前になんかあったことある気がするんだな、みたいな。てれてれ、敵のバリエーションが一気になんかあれだね。あ、こいつはまあそうでもないけどな。たまになんかすげえなんか渋いやつが出てくるんだよな。てって。おい、いっぱいいるな、もうマジで。これ容赦ねえな、ほんとにこれ。てれて。ほんとあれだな。いろいろ装備対応できるな。てれてって、お、どんだけ、お、なんかあそこ怪しくね。あれはなんかあれだろ。いや、マジでここやべえだろ。恐ろしすぎるぜ。てれって、俺も気づくせん、もうそんなしかないの。てれってて、そういうぞ。お前か？お前なのか？てれってて、てけてって。もう二段突きとかできんじゃん、もう。てれっ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 て。アルベルト、マジでほんとちょっと、今日頑張ってほしいな、マジで。ちょっとぶちかますか、じゃあ。てれってれって。おい。250。あ、こいつは強くねえな。まあ、ボスがあれな、ボスって、まあ、ボスって言ってんのがわかんねえけど、なんからん。まあ、そこまでまあ強くないから、まあ、それはそれ助かるっつうか、まあ。お、来た！で、俺はこれを帰らなきゃいけないと。この恐ろしい道のりをちょっと回りていかなきゃいけないってことだな。これ、宝どうせあれだろ、多分全部あれだろ。まあ、全部金であるということを勝手に俺はもう、勝手に想像して俺はもう帰るぞ、俺はもう。どんだけ食うんだ、この魚は。いや、この曲となかなかいい感じで待ちして、うおー、違うにもよ。ちょ、これやべえだろ、マジで。おびき寄せようぜ。あえておびき寄せて。いや、無理か、これは。これは無理か。これは無理なのか。いや、ちょっと待て。待ってくれ。いや、じゃあ、せめてこっちやろ。じゃあ、せめてこっちやな。どんだけだ。できたぞ。クリスタルシティ。なかなかちょっと恐ろしいやろ、やったな。でも、まあ、意外とまあ、思ったよりもあのダンジョンはちょっと短かったかもしれない。あそこまでも到達した時点でまあ。通しやがれ。ててて。文字の大きさがなんか面白いな、なんか。さあ、これ誰か、なんか。とりあえずこの赤アムリン、これ何なの一体。お、まあ、使うことできねえんだ。まあ、それはそうだろうな。なんかこの城探索したいんだけど。持ってきたぞ。代わりに褒美を取らせよう。え、何？金、武器、防具。え、どれがいいんだろう。いや、まあ、武器だ。え？え、ちゃんともらった今。もらったの？グレートソード。グレートソード来たか。ついに来たな、グレートソード。え、どうしよう。シューでいいか、じゃあ。そうだな。まあ、ずっとまあ、アイアンソードだったから、あれだよな。よし。これでいいだろう。で、宿屋に寝て、てか、ま、なんかないの他になんか。新しいなんか依頼みたいなやつは。俺の先何って。スカウェムに行ったことがあると聞きましたが、ほう。10年ほど前とか政治の儀式として、あーなんかあったな、そんな話ね。巨大な鳥、タイニーフェザーの羽を取りに行った。
タニーフェザーのその右の方に固まっていた。なるほど。あ、それもなんかあれ、あれなんか新しいフラグとかそういうあれなんかな。そういう系か。真っ暗の夜でかっこいいな。ナイトハルト展か。なるほど。ナイトハルトか。トゥルトゥトゥ。なに、じゃあその山行っちゃっていいの俺。まあいいや。よくわからん。行けばいいんだろ俺は。トゥトゥトゥ。あの人気になるな。え、メンバーが今、え、メンツがもしかして今いっぱいいるからなんかあれなのかな。そういうあれ？試しにやってみるか、ちょっと。まあ、多分だ、まあ、そんなことはないと思うんだが。いや、もしかしたら本来人がいるんだけど、まあ、メンツがなんかマックスにいることによってみたいな。そういうあれなんじゃないかと思ったけど。あ、こっち向いてる。関係ない。ちょっと試しに、試しにだよ。で、これで入ったら誰かしらいるみたいな。なるほど。この人は仲間なりそうな気がする。気のせいであるでしょう。気のせいということでしておきましょう。てれてどうだ。そう、またなんか増えたね。イスマスはまあそのうちもあれだろ。行くとしましょう。お、なんかあれだね。やばそうだな。なんそこなんか結構なんかやばそうな、なんかあれかな。敵出てくるのかな。お、敵がなんか遅くて助かるわ。これ壁登れそうじゃね。登れない。てるてるてる。おお、こういうなんか速いやつも進んでくるからな。てるてる。お、強そう。え、なんか普通に強そうだね。急になんかあれだな。大丈夫かな。てってってアルベートにした方がよかったか。マルコシアス。てててて、てもういけそうな感じがするが。てるてて、どうだ。あ、なんか見た目ほどじゃなかったな。結構やばい、ちょっと結構やばいんじゃないかと思ったけど。てんてるてって。結構地道になんかあれなんで、我々も結構強くなってんだよな。もうなんか最初の頃がもう考えられねえな。まあ、ちょっとなんか安定期に入ってきたような感じがするわ。いや、わかんないけど。まだ安、まあ、安定期とか言いながら、まあ、その、全然そんなことないかもしれないけど。あれも多分金だろ。俺の予想としては。てるてるて。まあ、だったらあれだな。まあ、あの、海とかいるや、まあ。まだやりやすいかもしんね。おお、おお、いっぱいいるね。いっぱい嫌がるな。おこじにくんじゃないぞ。鳥たちめ。てけてて、てれてれ。あ、でもこれあれか。まあ今までのあれだな。メンツと一緒だな。てれててん。シフはなんかグレートソードって感じがするわ。てれれ。あ、でもだいぶ強くなってんね。でもな、アルベートもな。いや、すごい、なんか、なんつうの。いや、マジ、これ、俺、本当に最初の段階で、こんなことになると、なんか、俺、全然予想してなかった、なんか。こんなにスムーズにいくだなんて。てってん、てれてれてれてんてれてん。お、なんか、忙しいね。てれてれてれてん。あ、これ、ね、毒じゃね、これ。あ、違う。あ、毒じゃん。あ、雲か、ただの。なんかこう入ったらなんかあれかな、なんかダメージなんか受けんのかなと思ったけど。まあそういうあれじゃなかったな。でもどこにあるの？なんか右上の方にあるみたいに言ったけど。てれ、てけてれ、てれてれ。まあそうだろうな。お、なんかあるな、そこにね。早いな、しかし。俺もなんかあのぐらい早く移動してんだけど。絶対でもこれあるでしょ、なんか。やばそうな旅のあれが。こっからやばそうだね。うーわ、しくった。いける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 か。お、意外といけた。意外といけるもんだな。俺はついにもう青鬼に追っかけられるような気持ちでもいかなきゃいけないから。うわ、強そうだな。いっぱいいるね。しかもちょっと対立があれだな。逃げよう。それでは逃げる限り。あとはやればいけるんだろうけどな。一応相手はちょっと選んでいくわ。さよなら。死んだ。あの右はやばいぞ。あの右はちょっとやばいかもしんない。あれに160ぐらいちょっとダメージくらされた。てるてるてん。
おお、なんかミノタウロス的ななんかあれじゃない、ちょっとヤバそうだね、なんか。てれ、てけてって。まあ、これはちょっと普通にやっていこうぜ。ホブゴブリン。てれてんてって。まあ、頑張ってくれ。一生懸命頑張ろう、私は。てれてれてん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 。あ、ちょ、待て。バスターだろ。こいつらはまあそんな強くないの、多分。あ、間違えた。グレートソーダやな、忘れてた。いや、マジいい曲だな、ほんと。戦闘曲ってなんかすげえ大事な気がするわ、なんか。やる気が出てくんじゃん、やっぱなんか。でも今のところボス戦のあれがねえよな、なんか。いかにもなんかボス戦ですみたいな。でも逆に考えれば、ね、多分それ流れるってことは結構相当やばいと思うけど。今までの流れで言ったら。誰でも、ただでさえもうこのやばいんだからな。絶対やばいしか出るからな。これどうすればいいの、これ。もう逆にこれ返り血してくれて。なるべく返したいけどな。これは無理だ。これは無理だ。これは無理だ。でも意外とこうやっていけんだよ。いけたりするんだよね。ういえ。もうとっとい っちゃうぞ、もう。全然探索してないよね。もう宝があれだからな。なんか今んとこなんかもう金しか入ってないっていうか。でもそんな中でもなんかありそうだけど、たまになんかレアな。レアな装備みたいな、そういうのありそうな気がする。もう突っ込むしかないだろ、これ。おお、なんかあるね。こっちかな、行き止まり。いや、行き止まりじゃないか。行き止まりだった、マジか。ほんとか、あっちの方が怪しいね。うわ、やらかしたな、これは。なかなか恐ろしいね、マジで。おお、入ってしまった。場所でもやんのかな。敵はなんかそんなあれだな、ま、めちゃくちゃ、新しいの来たじゃん。敵はそんなのがめちゃくちゃ強いわけじゃないって言おうと思ったら、まさかのあれだったら、なんか、スレイボーガか、奴隷のオーガみたいな、そういう感じが。まあ、こういう時は早押さげるな。で、くれそうだ。まあ、多分いけるだろう。154。これでいけんじゃねえか。こういった、よーし、いいぞ。あとは敵がなんか異常に多いのはあれだな。ソロもどうにかしてほしいけど、恐ろしいもんな、マジで。お、また新しいの来た。ガープテンテンテテンテテテテテ。早押し先にめっちゃ便利だな。これなんか怪しそうと思ってよかったわ。これ殴れるっつうの。どこにいようかな。お、結構強えな。うわ、しかも何こいつ。2回攻撃。ちょ、それは聞いてねえわ。ちょ、舐め腐ったな。じゃあもうここはちょっとちゃんとしたあれでやんないとな。恐ろしいから。これでいいだな。どうだ。たまにこういうのがすげえなんか強いやつ来るからな、たまにな。てんてれてってん。そこ結構注意しないとまずいかもしれない。見た目でもなんとなくわかるけど、なんか。てるてるてん。てるてるてん。どこ行けばいいんだ、下かじゃん。うわ、やべえのが始まった。およし。抜けら、やっと抜けた。とんでもねえな。あれどこだっけ、あ、ここでいいのか。いや、これまた戻るってなったら結構大変だぞ。お、鳥がいっぱい来た。鳥がいっぱい来たっつうことあれか、そうそう来たか、ついに。てけてって。こいつはなんか前戦ったことあったような気がするけどな。まあいいや。てれ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 て。回復するのめんどくせえとか思ってるけど、あれなんだよ。多分ちゃんと回復した方がいいんだろうな。てれてれて。なんだかんだ逃げれるっていうのがあれがあるかもしれない。ある意味の安心感みたいな。てれてて。いや、たまにほんとおぞましいなんか獣がいるからな。俺はもうそれに注意しなきゃいけない。来んじゃねえぞ。ここの中取りはそんな早くねえんだから。おっ、てる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 。鳥しかいねえ。ういえ、どんだけ戦ってんだ。始まってからそう戦ってるぞ。あのアクアマリンのとこからなんかも。てるてるてる。
ほぼバトルしかしてない気がする。一つの団地でどんだけ、あそこやべえ。ちょっと待って、何これ。あれ出口か。あれが出口。あ、じゃあこっちだ。毎日当てるじゃってんだな。お、カイザーフェニックス。極楽コンドル、これ強そうだな。ちょっとこれは怖いぞ。お前ちょっと油断は禁物だな。でそんなことはなかったな。ボスいんのかな。でわあ、これ全部倒さなきゃいけないのか。よし、まあ大体まあ片付けたな。てれ一回ちょっと返しとくか。ちょっと恐ろしいから。てれ気づくすぎない。あ、これも使えるのかな。どこで隠すのこれ。間違えた。おお、まあまあのあれだな。もっとなんかベホイム的なあれねえのかな。まあそのうち手に入るのかもしれない。なくなっちまった。あ、水5回ってそういうこと。全振りしてしまった。やらかしたな。てか200超えてる。なんだかんだね。もうすげえぞ。いつの間にかよ。感動的なあれだと。これはドゥルドゥルドゥ。恐ろしい時間ってのはもうすでにほとんど戦闘しかしないけど、なんかいる。獣がいるぞ。獣。お前か、噂のあれは。よくお前このとこまで人間が来たもんだな。お、すげえ。せっかくだから一つ仕事を引き受けてくれないか。何。あ、そういう系なの。はい。フレームタイラントが住んでいる。ボーギョリンというやつ。何それ。まだか。え、お、なんかお宝がいっぱいある。え、それをやらないためにダメってこと。フレームタイラント、まさかの。俺戦うと思ったんだけど、戦うと思ったらまさかのなんか頼めないそんなこともあんのか。意外性が。ウィー、あ、そっか。一回じゃあ戻るか。なんかバトルしかしてない気がするんだけど。え、どうなの、そのフレームなんちゃらかんちゃらって。ここのこの地方にないってことか。てってれてれ。いやー、恐ろしいな、マジで。まあ、とりあえず、じゃあ、あれだな。まあ、その、まあ、こうやって、まあ、何かしら、まあ、できることがあるってのはいいことだな。え、じゃあ、まあ、その、イスマス地方にも行ってみて、まあ、それでちょっと、まあ、判断してみてもよくねえか。てれれんれれれ。他の仲間っつうか、どこにいるんだろうな、メインの奴らは。それも気になるんだよな。てれてれ。ちょ、結構お金貯まったんじゃね。あ、カンストしてる。え、これ、皮抜きあれじゃねえか、もったいないんじゃねえか、ちょっと。結構もったいないかもね。チェーンメール、チェーン。買っとくか、じゃあ。はい。まあ、ここで買わなくてもよかったかもしれないけど、マジ。2個ぐらい、ちょっと。2、3個。これでいいや。まあ、ちょっとやっちまった可能性もあるかもしれないけど、まあいいや。防具。お、めちゃくちゃわかんじゃん。で、じゃあアルベルトを染めさせるか。じゃあてれって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 。あ、最初からチェーンメール染めしたんだ。あれブロンザーマン。いや俺はわからん。まあ多分ブロンザーマン持ったんだな。外すチェーンメール。そんなでも変わんねえな。そんな劇的に変わったって感じもしないけど。てて、あ、でもシュは何染めしてんの。てブロンズか。ちなみにいつまで。クローディアはレザーマン。てれってん、そういう感じか。てってん、一回じゃあ止まるか。止まって、じゃあまずそのなんか、まあ適当にちょっと早かせるわ。じゃあまたね。